はい、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。ユニコーンの回2回目ですけれども、はい、もう前回で、何て言うの、プロモーショントークみたいなのしましたから、はい、うん、もう自由です。はい、フリーで。すよ、はい、フリーです。はい、さあ、まずは、ですけどね、まずはね、一応用意してきた企画がございます。はい。はい。何でございましょう。クイズ。クイズ。何のクイズ何のクイズなのこれ。ユニコーンのクイズでもないの。ユニコーンのクイズかな、うん、一応まつわるやつなんじゃないかと思うんだよね。あー、オッケー。うん、よし、わかった。うん、それぞれの速度の差もありますんで、早押しはできないんで、あ、ユニコーンクイズって出ましたね。うん、わかったら、うん、画用紙に書いて、うんうんうん、配られましたね。いつものやつ来てますよ、はい、YouTube でもう僕が得意としてるんですけどね、うん、これに書いてバンと見せてくださいね。はは、早見せで。これでも はい、やったね、ライブハウスでファンクラブツアーの時ね。ファンクラブツアーの時散々やりましたよ。で、最近俺はこれカーリングストーンズの YouTube とかでももうやってるんですよ、散々。あ、そうですか。はい、どんな面白い。一応面白いって言われてるけどね。あ、ほんと。うん、じゃあ頑張らな、もっと頑張ってくださいよ。うん、頭フル回転してくださいよ。はい、てし、帽子なんかちょっとこのここ一番のやつじゃないんちゃう。7じゃ7。最近7かぶってるとなんかちょっとニヤニヤしてんのよ、みんな。会う人が。いや、別に今人じゃない。そりゃそうよ。いやいや、今はいいじゃない、別に普段歩いてるのと違うんだから。まあね、うん、そうだよ、こういうとこでかぶっといて普段をそれにする。じゃあちょっと本物持ってくるわ。本物7 OG すごいからな。無観客試合をすでにやっとるからね、テッシュは。そう、無観客野球来た。いや、あ、それですよ、やっぱ違うね。うん、やっぱね、気合いが、やる気を感じるもん。うん、7でかくない？全然違うわ。うんうんうん、え、今回の7でかくない？いや、なんかこの大きさなのよ。あ、そう。顔がちっちゃかったかな。衣装に合ってるもん。そうだ、ね。あ、そう。あ、確かにな。テッシーもそれ普段着で、それこれだったらアホやと思うよ、普段着だと。これでスーパー行ける？行けるよ。行こうと思えば行ける。行ける。アロハかと思う。ああ、そうか、うん、そういうことね。いくよ、クイズです。ユニコーンクイズ第1問。はい、はい、ツアー中に倉敷でスタッフと草野球大会をしたユニコーン、うん、その時に本気でユニフォームを着てきたメンバーは誰でしょう。あれ、いつ、ああ、最初の頃だでしょ、これ多分。そうね。じゃあまだこれユニフォームみんなで揃えてない。ユニフォーム実際あったもんね、途中からね。ゾウって書いてある。ゾウのやつな。その前じゃない。これはもう、よかった。ん、はい、書きました。いいですか、書きました。まだ。もう出した。せーので出そうとしたのに。はい。いや、いいけど。はい、はい、はい。はい、せーの。ノーど。ジョー。あ、全員ティッシー。正解はティッシー。ああ、やばい。やるときはやらないと、やっぱり。それはどの何十年も持ってたってこと。そうね、多分なんか機材車に積んでたんじゃないかな。なんで持ち歩いてんの一人だけ。いや、わからんけど、機材車に。いつ何時何があるかわからない。でも大体高校野球をしてたのがテッシーとエビだから、ユニフォーム持ってるとしたら2人しかいないもんね。まあそうね、そうなのよ。まあ、それは知らないけど、その頃なんて着れないけどね。もうじゃあ別で持ってたってこと。はい、1問でそんなに突っ込まないでください。次いきます、第2問。川西コーチ50歳記念ちょっと音痴栄光の50年のライブで川西さんが締めに言った言葉は。これはさすが本人は覚えてるわね、これね。本人は書かなくていいや、これね。いやいや、一応間違ってるかもしれないから書いてよ。うん、締めに行った言葉。なんだっけな。なんか言ったそれ。なんか言ったっけ。分からん。書いた？書いたよ。いいですか？うん、はい。はい。はい。せーの。どう。どう。はっはー。死ぬまで行ける。死ぬまで行ける。阿部ちゃんすごいね。うん、あ、阿部合ってるじゃん。合ってる。すごい。あれ？正解。本当なのか。正解は
正解は死ので生きよう。生きようか。まあ、誰も飲んでない感じだ。まあまあまあ、まあ正解です。じゃあ、安倍さんと川西さんが1ポイント、1安倍殿獲得です。1安倍殿あのぬいぐるみです。ああ、ないかな、うちに。ないな。1安倍殿。はい、次。どこ行った？どこ行くねん。その辺にあるんじゃない？探しに行った。しかもジャケットかけてある。そうそう、あいつがいなくなったらすぐラメラメのジャケット出てきた。ラメ。あれ普段から着てるってことだね。どんちゃんの飼い主やろ。あれ？あ、出た出た。あ、一安倍殿ね。獲得です。一安倍で。はい。では行きますよ、第3問。はい。第3問。ユニコーンスタッフはあだ名で呼ばれることが多いですが、レコーディングエンジニアの宮島さん、宮ちゃんと本名をエビは何と言ったでしょう。これちなみにここに映ってますからね。ちょっと待って、レコーディングエンジニアの宮ちゃんの本名あ、わかった。あれ、エビさんは何と言ったでしょうか。そう、はいはい、それロスででしょ。書いたよ。本当、勘弁してもらいたいんですけど。見ました。だ、ど覚えてるよ。すごい、これ懐かしいな。ロスでの話。ロスのレストラン。そうそう、ロス、はい、ロス事件だよね。せーの、ドン。あ、合ってるね。あ、全員正解だ。ミヤちゃんだから、ミヤって言って、ミヤミヤって言った。行くよって言った。よう覚えてる。ミヤですね。あれだね。ちょっと全世界です。全世界の場合はポイントなし、うん、宮田さん。あ、そうなのね。全員正解だとないのね、店員は。ならないです。あ、そうなんです。次、はい、どうぞ。ユニコーン界で有名なあだたら事件がありますが、あだたらを漢字で書いてください。あだたらって何？これ何？検索しちゃダメよね。これ何？あだたらって何？これ全然わかんない。あだたら事件って何？あだたら事件、あだたら、まあヒント言ったら、ほら、高速道路のインターチェンジ、パーキングエリア。あ、なんでユニコーン界で言うの？漢字で、あだたら。ああ、ああ、パーキングでできた、ああ、起きた事件ね。があれの置いてけぼりんとこだ。場所のこと、場所のことだと、ね、あだたらってトイレ行ってそう置いてかれたやつね。そう、置いてかれたんだよね。うんうん、置き去りにしてってしたのか。あだたらってどういう字か。いや、なんか、いや、これはか、もしか、うん、分かった。なにこれ、何回も通ってんのな。何回も通ってんのね。あだ、うん、何それ。あだ、いや、もうこれ、あ、間違えた。これは全然わからん。これはボケどころですよ、結構。いや、ボケるも何も、うん、ボケるしかないわ、うん、漢字って書いてある。あ、ただ漢字を書いただけになりました。ちょっと待てよ、はい、これであだって読まないのかな。もうタラが全然わかんないな。タラなのか。タラ、いや、分からない。まあ、いいや、うん、はい、あ、もうダメだ、うん、いいっすか。せーの、分からん。せーの、分からんよ。全然違う、分かんない。正解は、あー、あだちたらなんだ。あー、あだちたらって書くんだ。惜しい。誰も惜しくもないで、誰か。いや、俺惜しいよ。あ、安倍じゃない、エビが2つあってるね、うん、最初と最後が。俺も合ってるっちゅうの2つ。わ、すごいね、すごいね。俺、あ、あだちら、あだらじゃん、それ。あだちら、あだち、あだら、あだら、うん、あ、そうか、テッシーとエビ1ポイントずついくしたら、あ、うん、やったー、やったー、はい、そうか、タラはそうなのか、俺だけがノーポイントってことだね、うん、これ人の名前かな、これ。いや、違うしょ、場所あだち、タラさん。なんで人のタラさんの名前をパーキングに使うんですか。タラちゃんかな。タラちゃん、絶対人の名前じゃない。
はい、次の問題です、はい、どうぞ、はい、またか、ええユニコーン界で有名なあだたら事件ですが、うん、パスが発射する前に全員おるよと答えたメンバーは誰ですか。これだって広島の人絶対おるよだからて、うん、安倍じゃねえよ、俺じゃねえ、あこれはもう絶対この人だ、この人しかいないよね、いないね、いや この人だと思う、確かにこんなことを言うのはこの人、こんなこと言うのはこの人しかいない、はい、ひどい言い方するな、はい、みんないいですか、ずいぶん昔の話だからな、うん、はい、うん、せーの、はい私当時西川君だったような気が、そうそうそうだった、そうだからまあ正解は神尾とテッシーだね、はい、そうなの、え嘘、いやいやまあいやいや、まあまあまあ、いやここは全員でいい、まあこれはってことはみんな0点ってこと、まあ、そうね、0点って、そうね、0点1点じゃないの、点はまあ1点なんですけど、あ1点は1点だけど、はい、ここまで、うん、俺以外がみんな1点ずつ、次の問題です、ツアー中に金沢のディスコで入店を断られた OT、 あーその理由は何、思い出した、それはね、なんだっけあれ、ね、あれなんていうの、ああーじゃあ、あ俺ぐらいしか、僕自分で覚えてないよ、マジディスコ、いやこれはちょっとボケるのも難しいな、これボケるの難しいね、どうしよう、分からんの、髪がでかすぎたから当時当時は普通やったやろ、今じゃないの、金沢のディスコで入店を断られたこれ難しいな、なんていたもんその場におったんかい、おったんかい、ちょっと待って、いたいた、ちょっと待って、俺は入ったけどね、阿部は入れたの、入った、どういうことやろ、いや俺覚えてないわ、はい、うん、はい、せーの、覚えてないわ、裸だった酔っ払ってエアジョーダンを履いてたからなの、そう、なんか当時はそのエアジョーダンが流行ってて、うん、すごい高かったんだよねそれが、うん、でなんか原田さんも、うん、エアジョーダンを履いてたのよ、うん、であのその入るところでその黒服が、うん、スニーカーはダメですって言ったら原田さんがお前の革靴より高いんじゃって言ってあ、当時そんなそう履いてダメぐらいのダメだったのか、うん、あ忘れてた、えそんな厳しいとかでも、ね、でもドレスコードはじゃあ正解じゃん、まあまあね今のはじゃあうん、あそうバブルでもレス、いやいや、やっぱこれ、エアジョーダンって出した安倍さんですね。そうだね。あ、まあ、はい、詳しかったね。2ポイント目です。はい、はい、はい。そんなことじゃなくて、なんか草履でも履いてるのかと思ったから。草履B さんはダメですって言われた。それだったら、まあ入れないのも分かるから。うんうん、もう一回いこうか、はい、もう一個、はい。はい、どうぞ。ユニコーンでラジコンブームが。巻き起こっていたとき、エビが作ったラジコンはどっちに進んだんでしょう。これはわかるでしょ。これは、ABCD、ABCD だけ。これ正解はだってでもよ。サービス問題じゃんこれ。サービス問題じゃん。まあいい。これ、まあ、いいわざと、まあ、わざと間違えるのもいいの。こんな、こんなことに画用紙1枚使うのがもったいないわ。はい。はい、はい。俺、はい。なんで赤なの。ずっとピンクですけど俺は正解が不正解だからな、そのずっと楽屋みたいなところでずっと作ってたんですよね実際、そうそうそう、みんながね できたって言って、そうホテルだよ、ホテルで温泉宿かなんかでね、うん、できたって言ってブワッて動かしたら後ろにブワーって壁にガーンって壊れたんですなんかちょっとパコって取れたんです、ほんと後ろに行くとは思わなかったよね、あとさ、みんな思わんよ、それそれぞれさ、ラジコンさ、性格出るよね、うん、そうね、出る、うん、なんかさ、F1 のラジコンを持ってたの誰だっけ、うん、俺テシなんかさ、水道で洗ってなかった、泥がついたっつって
いや、俺はバギーも持ってたよ。あ、バギーも持ってた。大体だから野外でやってたからバギーっぽいなのよ、流行ってたのは、うんうん、でもテッシュをオンロードオンロードで、どこで走らすんそれってなって、速すぎてびっくりしたの。船もいなかった、ボートいなかった。ホバークラフトでしょ。ホバークラフト、ホバークラフト、両方いけるから。川西さんはホバークラフト、川西君、川西さんは最終的にホバークラフト買ったんだよ。それで、うん、電波届かなくなって、それで戻ってこない、帰ってこないよ。恥ずかしいですね。もうすごいね、20代の、はい、まだまだいきます、まだありますか、どうぞ。ジェットツアーの時にフライングで飛んだテッシー、うん、この中で飛んでいないものはどれ、うん、ああ、ああ、なるほど。あ、どういうこと、飛んでるんですよ、空を。そうだね、あのツアーで全部ね、そのエビとかテッシーだけじゃなく、うん、いろんなもんが飛んでたじゃないですか。うん、でどれが飛んでないかっていうこと。え、これは、え、これは、え、これはあれかな、このこれだ、どっちかだな、これどっちかだね、どっちかだけど、まあでもエビフライはお前のことじゃ。俺なの。そうよ、そうそうそう、エビちゃんのことです。ああ、どうなの。あ、いいヒントもらったんだけど今。いいヒントって覚えてない。ヒントも何も。え、どっちかな。じゃあこれか。いや難しいぞこれ。こうか。これだよ。はい。せーの。エビだけ D になってる。一人だけ違うぞ。どっか行った。ということは俺も1ポイント入ったぞ。うん、マジか。そうそう。よし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 。よしよしよし。ヌンチャク、なんかあのタンバリンも飛んできたのか。飛んだ飛んだ、なんか、うん、ドラムのところまで運んでくれた。そうそう、ね、そうか、これは難しいね、はい、意外と覚えてんな、これは難しい、ね、ちょっともうちょいむずいのあるなんつって。あ、昨年か閉館を迎えた山銀ホールの館長はどなたでしょう。一人完全に違うやつがおるけど。ちょっと待って、俺はこれもちょっとボケようがないな。ボケようがないよね、うん、これだってよくやってもね、よく見えないのよ、うん、ちょっと小さいね、もうちょっと大きいといいけどね。見えるでしょ、画面でかいよ、はい、はい、せーの、はい、せーの、あ、これだ、3人全員正解だろう、うん、あ、そらそら一緒だね、うん、そうだね、一緒だから、ちょっとまだなんか停滞してるか、もう一問ちょっとイージー問題だったな。第3パラダイスツアーで川西さんが僕らの旅路でかけていたサングラスは誰モデルですか。ほんとこれね、これぐらいで誰かボケないとまずいよ、ちょっと、っとボケるもないよ、ボケようがないやん、これ ABCD だからね、メガネにモデルとかあんの。そうか、レイバンじゃねえの。うん、まあそうなんだけ ど、 だけど、ね、誰のイメージかってことでしょ。ああ、イメージかってことね。これだ、もうこれはボケようがないな、ボケようがないこれ、俺これ自信ないな、俺4択はボケるの、はい、まあそうですよね、なんかだって衣装もそれっぽいの着てたもん、ね、なんで俺だけ反対なのかな。だいたいさ、そこで松方弘樹はないよ、ね、俺も反対か、あれあれ違う、あ、そうなん、俺も違ってる、ブルース・スプリングスティーモデルっていうメガネだったってことか。あ、そうなん、そういうことか、全員不正解にな、全員ダメじゃん、俺も間違えて、ね、なんかジーパンのチョッキみたいなやつ。そうそうそう、ジーパンのチョッキってジーちゃんね、スギちゃんみたいなやつね。え、まあベストだね、スギちゃんね、見に行ったからね俺ら。そう、どっかで見に行ったじゃん、ニューヨークかなんかでブルース・スプリングスティン、それはもうそうだけど、その時グラサンとかしてましたか。さあ、イメージがない、分かんないですけど、結局何点ですか皆さん。3点取った人いないでしょ、多分ね、俺は取ってると思う、3点は取ってるか、うん、まだ阿部ドンがじゃあ優勝ってことで、うん、ありがとうございます、自分で、阿部ドン人形をもらってください。持っとるじゃないか、家で持ってる。おめでとう、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、いや欲しかったそれ。大吉春くんの。金の吉春くん。大吉春。金キラだし。はい。ということでユニコーン
愛にあふれるユニコーンクイズでございました。ありがとうございました、また次回、はい、さようなら。